すごくないこれ。高っ。センタラグランドホテル大阪です。ここはですね、はい、難波にあるセンタラグランドホテル大阪です。今言うたよ俺が。ここはですね、はい、タイ初のホテルでして、はいはい、で日本ではここ大阪だけです。なので下にトゥクトゥクが止まってます。トゥクトゥク乗ったことあります？あるよ。あるんですか？あるよ。3回ぐらいあるもんな。あ、そうなんですか、うん、タイで。タイでここで乗れるんですよ。乗れんの？はい、今回はこのホテルをご案内していただけるみたいなので、はい、おお。でも新しく何回か来てるんでしょう。そうそう、お仕事でとか、まあ、もちろんプライベートでもちょこちょこ寄せてもらってるんですよ。ここめっちゃ素敵なホテルで、まだできて新しいの？そうですね、なんかできて 2,3 年かな。いや、経ってない経ってない。あ、経ってないですか？多分昨年ぐらい。あ、そうですか。1年経ったか経ってないかで聞いてみる。ナンバーに急にできたんで、このでっかいホテル。そう、だからマジックみたいにできたよ急に朝起きたら立ってたみたい。立ってたみたい、はい、その割には立派やけどね。じゃあちょっとロビーでお待たせしてるので。はい、はい、そう、すごいな、やっぱり。あ、行き張りました。こんにちは、よろしくお願いします。本日はお世話になります。マジシャンの新しケイシです。よろしくお願いします。あ、レイノルズさん、よろしくお願いします。お願いします。今日ちょっとホテルをご案内していただけるということで、はい、こちらタイから来ました。はい、ホテル大阪から来まして、はい、こちらのロビーにもいろいろとタイを感じていただけるディスプレイなどがありまして、例えばトゥクトゥクです。トゥクトゥクですよね。はい、こちらのタイ料理のレストランです。ちょうど今ランチタイムだったので少し香りが、はい、しますね。いい香り。自動ドアくぐった瞬間タイでしたね。なあ、香りがタイ。そう、はい、いただきました。懐かしい感じが。僕はあの、はい、上のフロアのバーとかステーキハウスに何度か寄せていただいてます。ありがとうございます。めちゃくちゃ素敵で、まだできて新しいんですよね。そうですね、まだできて1年経ったところです。ほら、1年か。まだ全然できてない。なんか気づいたらできてない。気づいたら朝起きたら声立ってたって。なんかポーンと高いのがね。そう、はい、マジックパークスの向こうに。こんなでかい立派なホテルが、うん、ある日突然できてたんやな。びっくりやで。うわ、すごい。こちらもですね、はい、象徴するスペースになってまして、はいはい、毎年秋にチェンマイという町で小室井祭りというのがありまして、小室井祭り、はい、灯籠に火をつけて空に飛んでいく、あ、あの、はいはいはい、はいはい、ラプンツェルであるやつですね。そうですね、え、ショコ、そうね、ラプンツェルは知ってるんですよ。はい、そうです、あの幻想的な灯籠が空に上がっていく、はい、あ、それをイメージされてるんですね。タイといえばやっぱり、あ、なんかイメージある。僕ね、タイで足つぼとか、はい、なんかすごいマッサージしてもらって。ご案内します。失礼いたします。うおー、すごい。こちらはちょっとマッサージ専用のスペース。あ、そうなんですね、すごっ。タイルガースみたいなね外の景色見ながらね、ちょっと本当にナンバーの街中の景色がもっと一息ついていただける、はい。ここでも踊ろうと思ったら踊れますもんね。踊れますね、ぜひ。ホテルの部屋みたいな。ここで寝れますね。すごい。ここに住みたいですね、でもね。シャワールームもございますね。滑るっちゃ滑るすごい。で、マッサージ受けて。ね、帰ってきてね、最高ですよね。ホテル行くとさ、だいたいこうなんかお部屋に来てやってくれますみたいなんだけど、こんななんか、そう、立派なこういうブースというかお部屋をあるっていうのはちょっと珍しいというか、しかもタイのホテルならではのこういう施術受け入れるっていうのは最高ですね。すごい。今インサート撮ってますね。え、インサート撮ってますね。インサートね、はい、撮ってください。いや、なんかすごいなと思って。こっちもすごいよ。いや、今インサート撮って。いや、だから一回見てみて、こっちもすごいから、ぜひ。住めるやん。私どものホテルの特徴で、ベランペットがあのお部屋なんです。ベランペットも。そうなんです。お部屋も珍しいですよ。すごい。なので、まあ、あのベランペットなのでお子様2人とかだと、はい。ああ、素敵。うわ、楽しそうやな。ね、ちょっと楽しいですよこれ。もうすごい。ここに寝たいな。あの、私ぐらいのサイズだったら寝れます。すごい。大人用ではなくて、ちょっと子供用になってしまうんですけど。お子さん用なんですね。はい、うわ、景色もめっちゃ見える。そうなんですよ。上の方が景色綺麗ですね。いや、豪さ。うわ、お部屋も素敵。はい、なのでお父さんお母さんここに寝ていただいて、なるほど、お子さんはそこでゆっくり。お子さんここで、お父さんお母さんこっちでもいいんです。
別にいいですね。あえてそのパターンの場合は、はい、それは各ご家庭でお願いします。 お母さんここで、お父さんここで、もうええ綺麗綺麗、大阪一望、うわすごい、はい、大阪一望すごいね、え和歌山見える、和歌山見える、ね、ちょっと向きが違います、向きが違います、奈良の方向いてるので、はい、当てずっぽうで言ったらちゃうかった、綺麗、はい、でもお部屋によっては確かに南向いてるので、すごい、ここ風呂は何階なんでしょうか。31階、あ、道頓堀や、あ、そうです、そうです、本当アクセスもいいですもんね、ここ、そうですね、何階何番駅からこう何番パークスを切っていただいて、パークスの中パーッとこう通ってきて、うん、でもうすぐよ、そうなんです、しかも中心地やからユニバとかもすぐ行きますよね。あ、そうですね、はい、電車乗っていただいて、まあ、30分ぐらいかと思うんですけど、一応アライアンスホテルということで私も、はい、提携させていただいております。そうなんですね、いや、インサート撮って、え、めっちゃ景色がいい。じゃあちょっとマジックを見ていただこうと思います。スタッフの方に集まっていただきました、よろしくお願いします。お願いします。ちなみに皆さんマジック目の前でご覧になったことありますか。今ないですか。テレビとかでやってるのはなんとなく見たことありますか。生で見るっていうのはなかなか機会ないと思うので、今日この距離なんでちょっと種を見破ってやるぞという感じになると思うんですけど、リラックスしてぜひ見てください。最初はですね、マジシャンなのでオーソドックスにトランプからちょっと見ていただこうと思うんですが、カード見ていただいて52枚全部バラバラです。よろしいですかね、はい、一応マジシャンが使うカードってちょっと怪しく見えたりするかもしれないので一応調べていただきましょうか。ちょっと触っていただいて、はい、大丈夫ですかね、はい、一応これオリジナルのトランプで最近発売したものなんですけど、はい、ありがとうございます。カードに仕掛けとかはないです。大丈夫ですかね。一応あのラスベガスとかで使ってるポーカー用の紙質ですね、品質になっています。2枚くっつかないようになっています。じゃあ奥の方、カード全部バラバラです。私がカードをパラパラって弾いていきますので、1枚目に見えたカードを覚えてください。はい、そうです。じゃあちょっと多すぎると迷っちゃうと思うんで半分ぐらいにしましょうか、はい、こうやってパラパラって弾くので1枚だけ目に見えたカード、はい、ご自身だけでいきますね、はい、ちょっと早すぎました。一番下のカードはこれ見えてるので、一番下のカード以外で目に見えたカード、はい、ゆっくりやりますね。1枚だけ、はい、見ました、はい、大丈夫ですか、覚えました、はい、じゃあこのカードを僕が当てるんじゃなくて当ててもらいますね。マークと数字今頭に思い浮かんでます、はい、普段右利きですか。右利きです。じゃあね、ちょっと右手出していただいて1枚直感でこれってタッチしてもらって、これ、はい、それでいいですか。持っといてください。まだ開けないでください。今思い浮かべてる方自分しか知らないですよね。ちなみにマークと数字何でした。ダイヤの3。ダイヤの3、うん、彼女が持ってるカードがダイヤの3だったら不思議じゃないですか。不思議です。バラバラの中から1枚選びましたよね、うん、わけないですよね。彼女が持ってるカードがダイヤの3なわけないですよね。わけない。見てもらっていいですか。なわけ、なわけ、あ、僕ちょっと言い方悪かったかもしれないんですけど、はい、彼女が持ってるのがダイヤの3だったら不思議ですよねって言いましたよね、はい、僕が言ってるのは彼女じゃなくてクイーンのことなんですよ。彼女じゃなくてクイーンのことなんですよ。あのカードはもちろん他のクイーンはカード持ってませんので。え、この子だけ持ってるんですか。え、そうなの。これ人が増えたらいいの。いや、全然全然。あ、ぜひ
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ダイヤの3選ぶ前もいくつかカード迷いましたよね。で最終的にダイヤの3になりました。ちょっとクイーン回収しまして、ちょっとよく混ぜまして、今度はアイさんいいですか。アイさん右利きですか。じゃあ1枚また直感でこれっていうのをタッチして、この辺でいいですか。じゃあ3枚ぐらいまとめて取ってもらって、はい、いいです。そのまま、まだ開けないでください。今日お会いするのは初めましてですよね、はい、ちなみに愛さんのお誕生日、僕は絶対知らないじゃないですか。何月何日か教えてもらっていいですか。今ですか、はい、10月22日です。10月22日、はい、一応カードバラバラの中からまとめて取っていただきましたけど、はい、一番上のカードってちなみに何になってますか。一番上、はい、見ていいですか、はい、そんなはずは2枚目見てもらって、そんなはずはちょっと待って3枚目見てもらって、めっちゃ怖い、すごい、こんな言葉出てきた。10月の22日に愛さん、初めから打ち合わせしそうなの、はい、そういうことバレた、はい、他にないですよね。そうです、はい、もちろんど引く場所によってバラバラですから、カードは、はい、確認して、はい、カードは何もないの、そのまま、ま、ぜひ、ま、たくさんの方に見ていただいた方が見るたび怖いです。ありがとうございます。こっちに入った方が、今度はちょっと私の得意技ブレインダイブを見ていただこうと思いますが、今日はですねこういうものを持ってきまして、トランプではなくてご覧になったことありますかね、 ESP カードと言いまして、超能力の投資の実験で使われてたカードでございます。6つのシンボルがございまして、シンプルです。波、四角、十字、丸、星、無限、インフィニティですね、はい、聞いたことあります。 ESP ってないですか。ちょうど100年ぐらい前にライン博士という人が人間に本当に投資ができるかどうか実験をすることがありまして、僕がこう持っていて、これが何でしょうっていうのを、こうすごい回数を重ねて本当に当てることができるか、投資能力があるかっていうのを実験したんですけど、はい、これをちょっと使ってやってみたいと思います。じゃあこれとあと使うのが、これと同じ ESP のキューブ一応持ってきましたので、 ESP キューブ、同じ星ですとか丸ですとか波、十字、四角、無限と。じゃあ今来ていただいた方、せっかくなんで手伝っていただこうと思いますか。よろしくございますか、はい、向こうでご自身だけで好きなシンボルをまず決めていただいて、それが後で見て分かるように上にして蓋しといてください。いいですか。その辺でも大丈夫です。どこか見えないところで、ただ一応皆さん見えた方がいいので、じゃあ そこにしましょうか、はい、お渡ししますので、あとじゃあいいですか、はい、混ぜていただいて、どこに何があるか分かんないように私後ろ向いてきますので、で混ぜましたらここに6枚重ならないように配ってください。いいですか。 OK ですね。じゃあ一つ決めていただきましたね、はい、これちなみに誰かに見せましたか。あ、みんな見たんですね。あ、ごめんなさい、僕の説明が良くなかったです。そう、見せない方がいいので自分だけでやってください、はい、大丈夫です。自分で よろしいですか、はい、見ましたね、はい、ではあともう一つ使うのが、こういうの見たことありますか。ペンデュラムって言うんですけど、はい、振り子ですね。知らないですか。占いとかで使うんですけど、で今このカードの上に私がこうやって振り子をかざしていくと、これあんま反応ないです。
一つだけね反応するカードがあるんですよ。選んだ図形強くイメージしといてくださいね。僕が動かしてるんじゃないんですよ。振り子が反応するんですけど、本当に動かしてないんです。これでもこれ反応してるので、これちなみにこっちだと、もちろんです、もちろんです。イメージしてますよね。僕は分かんないですけど、じゃあ一応このカード反応してたんで、ちなみにじゃあまず何を選んだか見せていただいていいですか。無限、インフィニティですね。開けてもらっていいですか。もちろん他では違いますよね。まぐれかもしれないので、もう一度やっていいですか。じゃあ他の方は誰にも見せずに、キューブ、はい、やっていただいて、誰にも見せないでください。じゃあこれもう一度混ぜていただけますか。はい、お願いします。はい、はい、お願いします。いいですか。で、決めましたね。誰にも見せてないですね。自分しか知らないですね。ではいいですか。ちょっとやってみます。あ、私が、いいですよ。ゆっくりこう置いていって、最初はね、どうしても動かしてるんで揺れちゃうんですけど、はい、逆からもやっていきますので、ゆっくりで大丈夫ですよ。次行ってみましょうか。うん、じゃあ次、今度は一回リラックスしてもらって大丈夫です。あんまり今そんなに反応してなかったですけど、強く選んだ図形をイメージしてください。彼女に向かって。こっちに。そうです。僕が当てるわけじゃないです。イメージしていただいて、はい、送っていただいて。いいですか。じゃあこっちから一回やってみましょうか。ゆっくり。反応したのはこれでしたね。わかんないですけど、あ、反応しますね、やっぱり。あ、動かしてないですよね。でも多分、はい、動かしてないけど、どん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 反応していってますよね。ですよね。じゃあ先にお選びになったカードから見てみましょうか。星です。開けてもらって、選んだのは星です。これ不思議な世界で、彼が考えたものがこっちに伝わってしまう。
ありがとうございます。送りました。自分これ不思議な世界なんですけど、自分で何かこう操作してるわけではないんですけども、チームワークとかでなんかつながってしまう。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive。